で溶けるよね。そしたらこれヘキサアクア、こっちでピント合わせるから。じゃあそれでちょっと上澄み液だけを、そうだな、じゃあちょっと濃いから上澄み液だけを手でこうチャッてって、そう、最初はこの色なのね。何色っていう、これあん暗い赤紫色、赤、うん、暗いね。暗い、じゃあ暗い火で炙ってみて、火をちょっと弱めてもらおうか。うん、どう？あ、見逃した。どうみたいな。青くなった。見逃して。じゃあ少し止めてくれる？あ、本当だ。綺麗な青になってるね。今日これどういうことですか？え、そうですね。授業ですかね、これ一応ね。これは、うん、あ、あ、これは乾かすとこの色になって、うん、まあ、まあ、水分子が、そうそう、うん。排してる時はこれだってことで、排してくると、うん、で赤色になる、うん、今加熱して、今加熱して、うん、こいつを加熱したら青くなりました。あっという間に、うん、あ、それね、ちょっとピントがずれちゃうので、そのまでこっちが合わせるから、そう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 、青くなった、なりました、はい、ね、え、でもなんかちょっと時間経ったから、うん、あ、もうすでに紫色っぽくなってるような気がしなくもないですね、はい、はい、いいんですよ。でコバルトね、自分塩化コバルト好きで、習字やってたんで、あ、習字やってたの、あ、自分習字やってたんで、書道ね、はい、カリグラフにね、すごい失敗ですね、はい、はい、やりにくいか、こっちもいいか、やっぱりこの紙の吸収率がロシアだからね、あ、いい感じだけだからやってるわけないよね、この元素記号って大文字だって分かるよねって、これも学習なんです、この瞬間、ね、お、うまい、あ、よくできた、で、できたらもう一枚同じように書いてもらって片っぽだけ炙るっていうのはどうだろう、あ、うん、ちょっと、うん、じゃあ置いといて、あ、ちょっと、ね、プレートない、2枚できました、そうだね、今何をしてるかをちょっと誰か説明してくれるんです、はい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 、水がもうちょっとやっぱ王から行くんだな、なぜ何のやっぱ周りからやっぱ乾いていくんですね、このえなぜなぜなんだろう、周りからは事実を述べればいいんですね、乾燥させたから良くなったよねっていう事実で、乾燥させたから良くなったよね、はい、うん、実は、あ、結構コバルトブルーっていうね、いい感じ、そう、ちなみにこの CO は何の略ですか、コバルト元素記号だよね、はい、じゃあそのちょっと比べてみてもらっていい、はい、いきます、あ、全然、はい、どうですか、素晴らしいと思います、見事な字がいい、もっと薄めちゃって、これ同じ高さに、そう、そう、そう、6本ね、さっきほら映像で見たみたいにこう色がこうグラデーションになるようにしたいわけ、色を変えていくわけ、作体の感じが変わっていくっていうのを記録に取りたいんですけどね、じゃここはちょっときれい、1本同じ高さにしました、なってね、もうこれだけで綺麗だよね、うん、じゃあ一回これ切りますね、いいよ、もっとタタタタって感じでいいよ、はい、もっと、もうちょっとまだ色変わんないね、あれみたい、ほんの少しでも変わったら次行っちゃっていい、あ、変わ、うん、ほんの少しでも変わったら次、変わってない、まあ、次、うん、次でもいいよ、どん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 やっちゃって、ちょっと煙が出てるからどんどんいっちゃう、どんどん、あ、変わった変わった、うん、そう、そう、あ、いい感じでは、最初そう少しずつ入れといて、後でほら加えればいいじゃん、入れすぎちゃうとほらもう取り返しつかないからね、ダーって感じ、うん、ちょっとあのこれ煙が気になってるので、うん、あ、結構変わってる、うん、多いんじゃない、うま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 い、その道のプロではめっちゃ限定的、もうそれ以上青くなんない、
そこを基準に少しずつ、うん、でもこれね、農園さん、いいじゃない、このさ、カレー団長になったわけで、うん、そう、そこの一個隣に、そう、お、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、この、切り、切り、ちょっと入れすぎたかもしれないね、今な、うん、そこを入れすぎると同じ色になっちゃう可能性もあるよね。そっか、ちょっと今の、うん、ちょっと佐々木君ちょっと振ってあげて、これちょっと色が混じって、そうそうそう、あ、そう、振りながらこっちどん続けて、ここももうちょっと青くなるんじゃないかな、うん、これがちょっと入れすぎちゃったから後で取ろう。2番目と3番目がちょっと差がないかな。まあ、よしとしようか、まあまあまあ、これでじゃあ正解ってことで。